大臣。北朝鮮による弾道ミサイル発射についてご報告申し上げます。昨日の北朝鮮による弾道ミサイル発射について、現時点までに得られた諸情報を総合的に勘案すると、北朝鮮は昨日午前5時58分ごろ、北朝鮮西岸のスナン付近から一発の弾道ミサイルを北東の方向に発射、午前6時5分ごろから7分ごろに北海道渡島半島襟裳岬付近の上空を太平洋に向けて通過、その後午前6時12分ごろ、襟裳岬の東約1180キロの太平洋に落下、飛翔時間は約14分、落下地点は我が国の排他的経済水域外、飛翔距離は約2700キロ、最高高度は約550キロと推定されます。北朝鮮は昨年以降2回の核実験のみならず、30発以上という過去に例を見ない頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返し、本年に入ってからは ICBM 級の新型弾道ミサイルを含めた弾道ミサイルの発射を繰り返しております。さらには先般グアム島周辺に向けた弾道ミサイルの発射計画を発表するなど、挑発的な言動も繰り返しております。このような中、今回発射された弾道ミサイルは我が国の上空を通過したとみられ、我が国の安全保障にとってこれまでにない深刻かつ重大な脅威であるとともに、地域及び国際社会の平和と安全をさらに脅かすものです。また航空機や船舶の安全確保の観点からも極めて問題のある危険な行為であるとともに、安保理決議等への明白な違反です。我が国としては、このように繰り返される北朝鮮による同行した挑発行動を断じて容認できません。今回の事案の対応として、防衛省自衛隊としては、ミサイルの動きを切れ目なく探知、追尾しており、国民の生命を守るために万全の体制を取ってまいりました。防衛大臣としては、発射後直ちに報告を受けた上で、我が国領域および周辺海域における被害の有無の確認を徹底すること、米国等と緊密に連携しつつ必要な情報の収集、分析に全力を挙げること、不測の事態の発生に備え、引き続き警戒監視に万全を期すことの3点を指示しました。当該指示のもと、防衛省自衛隊としては、艦艇および航空機による警戒監視活動を継続して実施しました。今回の弾道ミサイル発射に際しては、防衛省自衛隊としては、自衛隊の各種レーダーにより発射を確認しておりましたが、我が国に飛来する恐れがないと判断したことから、自衛隊法第82条の3、第3項に基づく弾道ミサイル等破壊措置は実施しておりません。また今回の弾道ミサイルが飛翔したと推定される地域の周辺においては、自衛隊の P3C 哨戒機、P1 哨戒機、U125A 救難捜索機、UH-1 ヘリコプター、AH-1 ヘリコプターにより安全状況の確認をしております。なお現時点で被害は報告されておりません。防衛大臣としても国家安全保障会議に出席し、情報の集約及び対応について協議したほか、防衛省内において関係幹部会議を開催するなど対応に万全を期しております。北朝鮮は核ミサイル開発のための活動を継続していく姿勢を崩しておらず、今後さらなる挑発行動に出る可能性も考えられます。防衛省自衛隊としては、今後の北朝鮮の動向も含め、引き続き米国や韓国と緊密に連携しながら、必要な情報の収集分析及び警戒監視に全力を挙げ、我が国の平和と安全の確保に万全を期してまいります。以上。